はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの滝川直樹です。今日は偏差値65円の算数、倍買損益の、複数の場合ですね。いろんなものが混ざったね、複合した問題についてやってみましょう。では早速やってみます。1題です。原価800円の品物を100個仕入れ、原価の3割の利益を見込んで定価をつけた。その後いくつか売れ残ったため定価の2割引きで売った。この時利益は合計19,840円でした。定価の2割引きで売ったのは、何個ですかということですけれど、じゃあ早速、分析していきましょう。まず原価800円で100個仕入れた、ね、で原価の3割の利益を見込んで定価をつけた。まず原価の1+0.3 倍が定価ですから、これを式にすると原価が800円かける1+0.3 が定価ですから、800×1.3 ね、240円が利益ですから、1040円がこれ定価です、ね、で利益は240円、利益は240円、1個売れるごとに240円が利益になります。さあしかし売れ残ったので定価の2割引きにした。さあ定価の2割引き、定価の2割引きっていうのはいくらで売るかというと、定価の 1-0.2 倍ですから、ね、定価は1040円、1040×1-0.2 はさあ 0.8 かけると、視野32、3繰り上がって、832円になります。さあこれが2割引きの売り値。だから利益はこれ原価が800円ですから、800から832引いて32円しかないんです。利益は32円、まあね、売れ残って捨てちゃうよりはまあいいんですけれどもね。さあ定価通りで売れれば240円の利益、2割引きの時は32円の利益です。でその上で利益の合計が19,840円だった。さあ定価の2割引きで売ったのは何個でしょうかという問題なんですけど、さあここまでで、この後どうするかですけどね、全部で合わせて100個ね。その100個のうちね、一部は240円の利益、一部は32円の利益で、全部で19,840円、これ鶴亀なんだね。全部やっていきます。さあ全部定価で売れた場合ね、全部この1040円で売れた場合の利益は 240×100 個の24,000円ですよね。本当は全部定価で売れれば24,000円利益があったんです。でも実際には19,840円ですから、いくら減ってるかというと、減った分は24,000-19,840円、4,160円減りました、ね、じゃあどうやって、いくつ減ったか数えるかというと、ね、定価で売れたものが1個2割引きで売れると240円から30円の利益に減ってしまいます。ですから1個ね、240円の利益、定価通りから2割引きに変わると、 1個変わるごとに 240-32 の208円利益が減るんです。208円利益が減って全部で4160円減ったわけですから、何個2割引きにしたかというと、4160÷208、これね、4160-208、
さあこれ2ね、きれいに20ってことになるわけです。20だから20個2割引きで売ったということね。残りの80個は定価通り売れたわけです、ね、さあもう一回確認してみましょうね。さあ800円の品物を 3割の利益を見込んで定価をつけて 800×1.3 の1040円が定価、1040円でも売れたんだけれども売れ残りは 2割引きで売った 1040×0.8 の832円、その時の利益はそれぞれ定価で売ったら240円、2割引きで売ったら32円で、合わせて100個全部売れて利益が19,840円ですから、全部、定価通り売れたら 240×100 の 24,000円、24,000円だけれども実際に 19,840円だったんだから引くと 4,160円減った。で、1個240円の利益が32利益に変わるたびごとに 240-30 の208円減る。 4,160÷208 は20個、20個割引して売ったということだね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。今日は最後までご視聴ありがとうございました。